時間が経ってない。これ絶対自宅で寝てから来た方が早い。接客だからステージでダンスを覚えさせてもらってくるぜ。ジバニャン、ブチニャン、15いるの。じゃあ無理だ。釣りしてる。そういえばまだ釣り竿ないな。普通の手漕ぎボードにしね。スワンは恥ずかしいって。スワンの方が可愛いじゃん。コンビニ。待て待てー。公園。アイテム10円ガムだ。朝のランニングが終わったら、でも夕方だけどな。博物館、あ、そういえばあったな。恐竜が動くってやつ。動いてるわ。他の人には見えないのかこれ。この辺だよな。あ、リュウ君。大昔に生息していた恐竜という生き物なのだ。すごい強そうなのだ。頑張るのだ。って戦い。いざ勝負。公式戦。百裂肉球。全然そんなことはなかったが、いやそんなことあった。ブリッジ。100万倍返し肉球。負けたのだ。ありがとう。お、お守り。チーズ。いいよ。昔大流行したんだ。頭につけて、これダッコちゃんか。あと9個。できれば途中途中で報酬欲しいんですけどっていう。全部揃えてやっとか。あった、増えた、追加された。おもちゃで立てこもり事件が。嫌な事件だったね。よし、特になし。ゲートボール取れてないけど。大門教授。もう一個ぐらいあるんじゃない？
アヒルの丸だなと。あと8個。とりあえず2つ。よし、来た。え、勝負。なんだと。なんだそりゃ。なんだ、てっきりレベルに合わせてちょっと弱いやつかと思ったらそんなことは全然なかったぜ。全滅とかいう、そういう次元じゃねえなこれ。青信号をちゃんと渡ったから手加減してくれるのかななんてちょっと期待したんですが、甘い考えでしたねと。本当甘い考えだったわ。守る意味ねえじゃん。いつも通りのアイテムの位置。ニャーケービーに入るんだ。ダンスの練習、ダンスの先生だったらスタジオじゃねえ、ドリアンさんがいるよっていう。なぞなぞ、甘いかってなんだ。イガグリ、スルメイカ、チョコを塗ったイカ。正解はスイカでした。なるほど。次のなぞなぞ、一番大事な玉ってなんだ。ゴールデンボール。正解は魂でした。次のなぞなぞ、猫に叩かれたらどうなるの。痛い。キャッとなる。怪我する。正解は猫むでした。猫強えな。次のなぞなぞ、甘い、あ、回ってきた。子供は恐ろしい。キャンペーン中の生き物、そんなんもあるんだ。まずは捕まえまくってて、キャンペーンのタイミングに見計らって交換。まあここまで来たんだから、せっかくだから金持ちさんのところも行ってみるか。人んちに気軽に入る。うちの娘の誕生日に有名なオーケストラを呼んだの、心に染みた。うふふ。息子の誕生日にロスで息子主演の映画を撮ったのよ。どんだけ金持ちなんだよここの人たち。その癖あるのは10円ガムかよ。しけてんな。暗いわけ。鍵ちょうだい、鍵。無限地獄の鍵ちょうだい。あら、かわいいお客さん。なんだし君は、どこから入ってきた。この貝原雄山め。どこから入ってきた。玄関からだよ。
こっちも行っとくか。あ、ここに繋がってたのか。結構変わってるな。お、導き来ないし。ここは時間経つかな。ちょっとスライダーで途中降りだけ挑戦しておこうかな。スタミナがくっ、ガッツが足りない。よし、高速スライダーと、この次ぐらいか。ここか、ここだ、ここどっちだ、左だ、右か。よし、中継検知だ。まあ、見てこのスピード、そのまま駆け抜ける。もうだな、もう時間くるな。ここ飛び降りれるのかよ。犬ジョセフ、またまたやらせていただきました。早く時間経つんだ。じゃないと俺は人の家に勝手に侵入してしまうぞ。宝箱ないかな。あ、来た来た。カンチの家に遊びに行こう。明日はおばあちゃんの家に行くっていうのに、夜遅くまで遊びほけて。かんちゃん、またテストで満点取ったんですって。メガウォッチだったかな。あんなものが激レア商品なんて世の中もわからないものだね。うーし、ふみちゃんもいた。クマも来ちゃったんだよね。このゲーム3人用なんだって。テレビがない。ん、テレビのリモコンか。レコーダー、これって妖怪の仕業とか言い出すんじゃないでしょうね。あーた、テレビのリモコンなくすくらいで妖怪の仕業かも。別にさ、テレビすぐそこだから本体の使いはいいんじゃねって思うけど。いた。あえて先に話してみようか。こういうことよくあるよな。俺の部屋にはテレビねえけど、なんかおしゃれだよね。おかしいな。本体いじって主電でつけろ。妖怪を見つけた。いた。君のせい？私がリモコン隠しです。だってリモコン限定ってね、そんな。行きません、恋人同然。リモコンが恋人。意味深。戦おう。取り付く。しびれる。リッチ、あれ、楽勝だった。バリウマスナック、
あったあった。こんな地味すぎるトラブルまで妖怪の仕業とは。また俺の負け。みんな強えよ。クマが弱いんだって。でもこんな時間だ。 YS でアニメやるんだけど見てく？うち YS 映んねえし。あ、 YS の番組だけ映らない。もしかして。テレビ、テレビ、テレビだ。電波構造だ。連戦か。やっぱり YS デジタル、これうまいよね。地味な YS 限定とはもっと派手に。ブリッジしなくていいわ。多分これで終わる。ヨッカコーラ。これで大丈夫。終わっちゃった。なんだよ。妖怪不祥じゃんけんはほらもうちょっと派手じゃないですか。まさかこれもよ。まさか。まだいるのか。いるんだ。感知ちょっと取りつかれやすすぎじゃないか。妖怪ジミーだ。なんかいた。こんな地味な僕を見つけてくれるなんて。地味なトラブルばっかり起きてるみたいです。そういう妖怪ですんで。じゃあ行きます。ブリッジ早い。あ、負けです。さよなら。なんたって地味ですから。妖怪ってすごいでしょ？嫌なこと思い出させないでくれ。あれ買ったから、うち来る？お見事！お見事！ミュージックカード。ボーナスチャンス。リュウくん。くじ引き券。なんか妖怪。桜の湯に行ってきたよ。高級リゾートのスパにはかなわないけどね。この辺に住んでるやつはいちいち金持ちを吹かせやがって。ワンに比べるといい銭湯になってたじゃないか。スーパー銭湯になってたじゃないか。これもちょっともらっとくか。鉄のこけし。やった、300円だ。でもこけしサイズ、こけた。え、そういうこともあるのか。妖怪の仕業じゃない。走っててこれに当たったからこけたのか。あんま関係ないのか。時々こけるのかぽいな。やばいやばい、事故になるとこだった。違うんですよ、解像度がないのが悪いんすよ。そんな先まで見えないんですよ。あ、せっかく夜だから公園行っとこう。ここの公園じゃないのか。
揺れるブランコ。あとはひもじい。夜の学校も。こうでいいや。うん、ないな。明日はお出かけだからな。家に帰って準備をしないと。やっと戻ってきた。一日中遊んでしまったぜ。ただいまうちにやにしたらほら二人同時連れているようなもんじゃないか。でかっ。意外にでかいな。ブチニャン、なんか中間ぐらいのサイズになってる。トゲニャンにすると繋がった。超プリチーの陣だ。二人ともに話しかけないと。出かけるのね、ちゃんと思った。やっぱ本家よね。おばあちゃんちメモ、必要なことを全部書いておいたわって。ありがとう、すごい助かるよ。旅行代1000円。1000円で行けるの？そんな言うほど遠くないのかな。いよいよ出発だな。本家か、元祖の方が好きなんだけどな。準備バッチリ。さくら中央駅。圧巻ベーカリーに寄っていこう。焼きたてあるわよ。とりあえずカレーパン買っとこう。アカンベーグルも結局買っとかないとな。限定品はね、数が少なくて困るんで。ちゃんと待つ。いい子。さくら中央シティ。行くのは駅だね。バーガー買っときたいな。堂々とアイテムが。スタミナム。いらっしゃい。
もぐもぐバーガー、値段の割に回復量が結構いい。とりあえずハンバーガーを。土の子がハンバーガー系が好きなんだよな。ジャングフードばっかり食べると体に悪いけど、たまに食うからうまい。ハンバーガー美味しい、ピクルス美味しい。発明した人は天才だね。どこに座るかそんなに迷わなくても。宝くじ屋でスクラッチ。ゲーセン。ピコピコランド。これだ。どう見てもこれだ。あれ違う。今回なぜ、あ、横にいた。あ、コマさんだ。門限。たまげたずら。コマさんずらよ。よろずら。神社。ダンゴムシ、虫じゃん。北の方ずら。アニメ仕様になってるコマさんも。長花いるかな。スクラッチで運試し。いくら300円。とりあえず1個。3箇所削れ。カップラーメンだ。カップラーメンだ。6等。当たるだけマシか。スペシャルコインが1位か。もう一回だけって言って金全額使う、あるあるだよ。どうこけ、どうこけ。これ絶対当たんのかな。5等。これ1000円だもんな。もうこの時点でプラスだよ。プラスのうちにやめとくんだって。